本日は2020年、3月の6日ですね、10年前の医療は現代の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり実学です。最近 COVID-19、ね、新型コロナウイルスですけど非常に騒がれてますね。厚労省の記事に、下にガイド貼っておきますけども、最近の患者さん状況というのが貼られてますんで、一度見ていただいて、まだ若干増えてるような、感染者は増えてるような感じですけども、その中でも死亡者数、ね、あるいは重症者数っていうのは感染者に比べてはもう格段に確率が下がってますね。医学はどんどん進歩してますんで、皆さんはですね、手洗いね、それから疲れた時には出歩かない、それからうがいね、これの励行をしてくださいね。世の中には結核感染というもっと恐ろしい感染があります。この感染っていうのはもう年間1万5、6千人が感染して、1500、600人が亡くなっているという感染症です、ね。日本はまだまだ結核の感染症国なんです。そういうことを考えれば、皆さんが手洗いね、励行をして、見えに見えない感染症と戦う、ね、今年のインフルエンザ数はね結構減ってます、半減してますんで、戦うことについては成功しつつあるんですからね。むやみやたらにこの新型コロナを恐れるんではなく、ちょっと立ちの悪い風邪かなと思っていただいて、かからないように手洗いうがいを励行してください。そしてまた咳のある人、熱のある人は少し用心して人にうつさないように、家で治すようにしましょうね。それでは本日の質問なんですけども、何歳から脱毛はできるのということです。娘の脇の脱毛を考えています。年齢的にいくつぐらいから施行するのが良いでしょうか。ご教示いただければ幸いですということになりますよね。ピュービックヘアとかそういう第二次成長が始まるのが12、3歳から15、6歳ぐらいね、だいたい高校生になるともうその成長っていうのは、完成しますので、ヘアに関してはそこから完成するというふうに考えていただければ、高校ぐらいから始めたらいいんじゃないかなと。大学になるときにはすごく楽になるよというような感じですよね。それからちょっと体毛が濃くて小学校の時からいじめられているような子どもさんがいますから、そういう方はもう早め早めに脱毛しても、その体毛の濃いところの脱毛っていうのは、毛根が医療用であれば永久にやられますんで、効果があります。だから体毛が濃いということを気にしてある子どもさんはもうちょっと低学年でも大丈夫かなと思いますね。脱毛に関してはレーザー脱毛の原理としては、市販のやつ、エステのやつ、医療用がありますけども、永久と言われて毛根を破壊できるのは、医療用のレーザー脱毛器の出力だけです。だからもう初めからかかるにはもう絶対に医療用がお得なんで、ぜひ医療用脱毛を当初から受けるようにしてください。下に料金表を貼ってきますけども、うちの料金表は単回制で、段階ずつもう10回になると最初の料金の4分の1、というような料金になってますね。だから必ず脱毛効果がありますんで、ぜひともね、タイムが気になるという方は早め早めに受けていただければいいと思います。それでは時間をかかったんで、手品します。今日は輪ゴムの手品します。これ輪ゴム見えますか。こちらこうね、こう引っ張って、こう引っ張ったら、こうして奥に出てくると輪ゴムが外れちゃいました。